ていう、何か私生活の面とかで変化したありますか。私生活トラブルハードだね。勉強がハード、全日本のリングの感触はどうですか。リングに上がって、はい、どういったマット自体の感触、マット自体とか雰囲気とかってマット自体はちょっと狭いんじゃないの、新日本とかだったら。あ、そうですか。こっちも狭いよな。いや、変わんない、変わんない、多分15センチぐらい狭いか、狭いよな、10センチなんかね、はい、うん、新日本さんは確か6メートル、最初はね、違和感あったけど、もう慣れたね。うん、巡業、地方巡業お好きですか。地方で好きな会場とかございますか。まあ、会場とか街ってことですか。時代がなんか俺の昔のジェネレーションが一つ前のジェネレーションなのかもしれないけどさ、会場札幌なんか中島なくなったけどさ、はい、ああいう古い会場で冷暖房効かねえようなところで、ね、プロレスするっていうのなんか、その古い体育館でやるっていうのなんかプロレスとなんかあったような印象あるよね、うん、なんとなくね、新しい体育館やでさ、うん、ただそういうのもだんだんそういうだから中島だとか潰れてきたし、潰れちゃったし、だんだん新しくなっていくけどさ、やっぱり武藤さんがプロレスは自分が見てた頃にそういう有名な体育館があったから、体育館までは見てなかったけどさ、うん、思い出があるんですよ、うん、そのプロレスっていう絵とそういう古い体育館のこの絵の方がマッチするような気がするね、うん、今までの馬場さんの印象とかあった。馬場さんっていうのは本当に見たことねえんだよ、会ったことは話したことないじゃない、そういう中で空想自分で想像するだけじゃない、はい、それはいろんな元社長とか周りのそういう馬場さんに接した人たちの言葉も加えながらこうやって自分の中で空想していく中で、すごい何大らかで偉大な人がっていうイメージに俺の中で出来上がってますよね。山も来てないところで落としたってのは非常に本当に痛いんだけどね、うん、ドラゴンスキルから4文字ってのはかなり呼ばれてきてるっていうのがあったと思うんですけど、うん、あれはマイナーチェンジするというかシフトチェンジするところはないですか。まあ差し上がってないんだけどね、うん、一昨日の今日でな急にこんな変われるわけねえんだからね、うんうんあくまでももうあのスタイルは押し通してかといって俺だってもう途中何年変わり続けて変わりこういう風になってきたからね、こういうものってのはね急にね狙って変えれるわけじゃないし、
ぞ。おいそうら、おいそうら。おいそうら、OK、タッチ。前上げろな、前上げてください。すいません、すいません、すいません。右足なんだけどね、あの人体を痛いですかいう感じだけど、今の膝の外側の人体と外側の人体違うのなんです。これがちょっと伸びたという感じでさ、いやまああくまでも応急のさ手当てをしているという段階なんですよね。ただラッキーだったのは明日ドグインターク、明後日もないんだよね。この2試合、最後は大阪での長い戦、はい、まで一応2試合がなんていうかその休みにさ、休みというかそのリーグ戦がないというのは本人にとってすごく、まあ不幸中の幸いみたいな感じで。ただ明日休むってこともあり得るんですか。じゃあそれはない。本人今それ聞いたら、いや、まあ休まないと、もうテニスは来るんだから休んだと言ったんだけれども、いや休みたくないということでさ、本人がそう言ってるもんだから。でもこれもはっきり分かんないわな、明日の状況だもんね。明日が一番なんかひどいということになったらね、分かんないけれども、まあちょっと明日の様子を見てさ、今のところ本人の話を聞いたら本人が休むこともないし、このまま毎日出るってこと言ってる。Thank you.
今日なんか発表されたらしいですけど、なんか川だ、うん、なんかだいぶひどいらしい、なんか怪我で、うん、ただ今は全日本プロレスはそういう、まあ、危機というか、そんなのもう誰もがチャンス、うん、俺もそうだよ、俺もそう、俺も狙ってるし、今はもうそういう状態だから、逆にそれをエネルギーにしないと、うん、明日もちょっと強いですか。まああんま無理だもん。でもどうですか。もういずれ戻るようになると思うよね。ただ明日戻るかどうかは分かんない。で、ルイ君と大阪で連絡がありますか。まあこの状態だと難しいよな。難しい状況です。まあはっきりと結論は出さないで、本人はやっぱり長距離会話というのをさ、すごい大事になって高い中距離があるみたいなことも。だけど、先生のと考えたのかなり難しい状況だな。おい、使ったんですか。ちょっと、ちょっと、昨日結構痛み自体、あまり重くないみたいな。やっぱり、昨日、やっぱり、こんなのやっぱり一日経った方が一番きついんだよ。今日になって痛みが重くなった感じだった。そう、やっぱり今日足が一番痛いんじゃないかな。膝とかこんな人体のあれ一番多分それが一番今が一番大丈夫だと思う。本人は参加者になったばっかりですよ。最初のねチャンピオンファイナルだからやっぱり本人としては一番本人が一番詳しいと思う。まあ本当に決まったわけじゃないんだけど、まだやっぱり明日も臨戦じゃないですね。明後日は臨戦だからちょっとまだ希望したけど今の状況だと俺の感じだと難しい。やっぱり先週これからのね先週準備とかそういうの考えちゃう。まあそんなことです。まあ一応結論は、うん、でそうです。もしかしたら明日出てるかもしれないし、まあ、早く出さないと。どちら29日に大阪でやるし、うん、でどっちでも29日大阪の時はいろんな発表もあると思うし、うんうん、あの武道館に行くことやってるんです。そうなんです。それはまだあの、結論出てない、まあ、とにかくあの理由戦にあさってのことでは出ないけど、だから俺が考えた以上に重い状況だったから。Yeah, two more up there. Yeah, okay.
三冠線が流れるっていうこと、はい、そうです、三冠線ももう返上ということで、うん、ただ幸いタッグで相手が流れちゃったよ。そうなんです、うん、だからもう一回もしかしたらファンを裏切らないためにも、はい、なんていうの、一回このミックスアップしちゃって、はい、また新しく組み直すんじゃないかな、うん、その時には、まあ、天竜さんっていうのは多分、まあ、チャレンジャーとしてもだからその多分上がってくる予定ですよね。一応、はい、福さんから今説明があって、うん、一応天竜さんもここを尊重する形で決定戦に来てないから多分明日には、うん、まあじゃあ、うん、俺の場合ななんていうのかな、トーナメントこのねえこのリーグ戦すげえ集中してるから、うん、ただ正直言って、まあ、全日本プロレスチャンピオンがそういう返上だよね、そうね、返上、まあ、ピンチだよ、うん、全日本のピンチったら武藤敬司が立つしかねえだろうな、というかこうなんとか巡り合わせというかこういうあんまりお化けとかその運とかそんなのつなんていうのかな信用しないんだけど、なんかさ三冠のベルトの方が俺のことを好いてるようなさ、なんかもうなんかそう、それはなんかもう変な神渡ったようなあれだよ、なんかね、なんか武藤敬司三冠ベルト巻いてくれよっていう訴えかけてるような気もしないでもないからね、うん、だから逆に川田さんが前取った時もその試合で骨折して返金してる、うん、そうですね、応援してるんですよ、うんうん、今回も要は彼はなんか好かれてなかったってことだよね、そういうことだよ ね、まあ怪我がした人はそうやってあんまり言うわけいかないけど、はい、うん、チャンピオンカーニバルでなんか川田には借りを返せればなと思ったら、これでもうそういうあれも流れたし、うん、まあ向こうは外人パワーか次世代かどっちだっていう風になっちゃったってことだね。どっちでもいい、どっちでもいいよ、俺が分かってやるから。昨日もおっしゃってましたけど、このチャンスやっぱりそうそうそう、うんうん、今チャンピオンはこのずっこけだからってなんか止まってるわけじゃないですもんね、うん、いろんな意味でね風向きがすごい全日本プロレスとかに向いてるような気がするんだかな、するんだけどね、うん、まあしょうがないだろうな、少なからずとも天竜源一郎って困った時に天竜源一郎武藤敬司っていうあの試合が今までのベストバウトでポンポンって上げられてるからね、そういう分ではいい意味の保険じゃないけど、うん、天竜源一郎俺を示すしか他にいねえじゃん、誰示すの、やっぱりこの全日本のピンチに指名されたら武藤さんも一気に感じて、三冠じゃなくてなんだチャンピオンカーニバル優勝するつもりでいるからね、うん、それは本当はそこまでなんていうの神経がいってなかったからさ、そういう気持ちが、うん、本当に骨の髄まで今のずーって言ってましたけど、今のまで行きそうだよ、ただ武藤敬司の骨ずぶといからね、意外と、うん、まだ髄がでかいから、ね、まだまだこうして踏ん張り頑張んなきゃダメだ。
強引に自分のスタイルで押し通した。すごい。すごい。すごい。チャンピオンカーになる？その後3回もしかしたら。全部強引に取ってやる。いや。俺にとっては小島とはね、京都さんからせん、どっちかの知り合いの魅力ではあったんだけどね、こちらはまた他の世界でやってみはくれたわけにも決めてるし、今本当に俺の気持ちをぶつける時しか今しかないと、参加前提しかないと思ったから、まあ、俺の気持ちのことは元っていうのは今体勢を締めてる。昨日の時点では武藤さんは俺しかいないじゃん、まあ、全部同じようなんでしょ、ああいう知識が変わってそれもこれも含めて新車もされすぎだよ、うん、から草丸くにはね、要するに、ね、赤と白の周りがピクッと来てたけどさ、お前ちゃんは一緒に染まってくるっていうことはね、ドクドクしてあんまり知らないよ俺は、ね、だからそこ一発川崎が持ってる、ね、川崎の時は川崎が頑張ったらいいと思ったけど、いなくなってることすら何か、なんかそんなくだらない女のくだらない気持ちが芽生えてきたっていうのもあるし、チャンピオンカーニバルが終わって三冠戦という形なんで、テレさんも三冠に集中してチャンピオンカーニバルも集中するためには早めに対戦相手を一人に決めたいという気持ちもあると思うんですけど、うん、まあ、昨日の今日なんですぐにとわけにもいかないでしょうけど、割と早いうちにはじゃあ結論を出そうかなという感じですか。いや、向こう話してるうちにはもう無駄に止まってるよ、だから俺にも一にするって言われたら悪いだから皆さんにとって話すということで、自分の気持ちを元に持っていってる部分もあると思うから、じゃあ、まあ、武藤がそういうふうに、ね、降ってきたということは、彼の当時の中でも嬉しいねと思ってるんだろうから、3人の中はやべって言われたからね、まあ、一にするって言われたから、そこはもう武藤しかいないだろうと、俺なんで当時になったけども、じゃあ、武藤ということで。ここ最近、天竜元気をちょっとこの影ながらこう客観的にこう見ると、なんかね、メラ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 青い炎がぼーっと燃えてんじゃないかな、なんかちょっと沈黙したような感じの、なんかの中にこうなんかメラ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 青い火が燃えてるように見えるんだよな、うん、天竜選手が、武藤選手に代わっても、最後の三冠戦というのは変わりないし、それほどの決意のものは変わらないです。じゃあ、俺もう一人一人かな、そこで最後の三冠戦だからって、はいなんてやれるわけにいかないし、やっぱりそうなんでしょう。っていうか、宿命、なんか三冠チャンピオンって昨日も言ってたけど、なんかベルトから俺の方に、ま、な来てるって寄ってきてるんじゃないかなって、なんかもう魔物的ななんか気がするからね、多分俺のとこ寄ってくるんじゃないかと思うからね、うん、それは先にそれと長岡の試合の意味はまた違ってくると思うんですけど、探り合いというか、本当はね、三冠戦っていうのをまだ今聞きたくなかったね、もう一試合、その一試合一試合ぶつけていきたかったんですね、うん、だから長岡の試合っていうのもだから本当は後がないっていうような状況で、本当に俺いっぱいで向こうにゼロ敗だから後はないんですよ、はい、うん、まあもうもし3冠戦止まるもう人生がもう止まりっていう決定だったらもう逆に
なんとか後があるっていうような気楽な気持ちで言った方が星がこだわってくるような感じするね。あ、うん、あと今の全日本は武藤さん、武藤に侵食されすぎてると、うん、言ったんです本当に、うん、一つの色で決められると独特しくなる。だって俺それを狙いで今シーズン頑張ってるね、うん、ということはそういうふうに感じてるってことは俺のプランは進行し、ちゃんと自分のプラン通りに来てるってことですね、うん、こんなもん最初から狙ってるわけで、最初から吠えてるし、最初からやるつもりでやってるんだから、うん、まあ何戦かしてほとんどの試合がメインで、やっぱり存在価値という部分で改めて全日本プロレス来てよかったなっていうのも、体はしんどいけどね、体は本当しんどいけど感じてますよ。声援とかもね、なんかもう期待感というか、毎日毎日マックス、なんかそれ俺個人じゃなくて、なんかもう全日本プロレスに対する期待感っていうか、それは極端には無理だから、もう一個一個本当に、なんか階段登ってしまいますね。はい、ありがとうございます。
気をつけてね、こう。はい。はい。ありがとうございます。はい。どうぞ、神田俊介です。はい。金沢から金沢へ行ってまいりました。はい。はい。ありがとうございます。はい。うわぁ！I'm gonna go to the hospital.
去年の、まあ、10月ぐらいからの全日本にいます、今営業でいます高橋さんという人から声かけていただきまして、同郷なんです、山形なんです、一緒の、いくら山形、同じ山形って言ったってね、そんな声かけてもらえるなんて嬉しいじゃないですか、そんなね全然関係ない人間なのに、それで声かけてもらいまして、でも僕はもうどうしたらいいかなと思って迷いはあったわけですよ。でちょっとまあもうちょっと考えさせてください、考えさせてくださいって言ったらですね、急遽奥村茂雄さんが怪我したから出れないか、最強タッグに、最強タッグに出れないかって言われまして、お願いしますって言ってですね、で一応元子さんのところに行きまして、挨拶しまして、あら爽やかねって言われたらしいんですけども、今多分もう眉毛の色は抜くわ、もう派手なことばっかりやってるからそんな多分思わないかもしれない、当時は爽やかねって言われたらしいんですけども、もうそれで最強タッグから出ることになりまして、あの武藤さんも出られたんですよね、あの時は誰だろうな、ケアさんとかにですかね、でずっとやってますよ。もう武藤さんなんつったらもう雲の上の人で、もう本当もう全然もう話なんかそんなもちろんできなくてですね、もうお疲れ様ですとか挨拶程度をさせていただいて、風格のある人だなと思って、さすがだなと思ってですね、あの時はもうそう思って、まだあの時はまだ武藤さん新日本だったんで、いやーすごいなーと思って、風格あるなーと思って、自分もいつかああなりたいなと思って、こうなんかこう漂うんですよね、オーラがブワーっていうね、ちょっと普通の人に毛生えた程度、武藤さんがブワーってすごいんですよ、ブワーってでかくてね、やっぱり普通の人に毛が生えた程度じゃダメだなと思って思いましたね。でもそれでですね、あの武藤さん単独で来られてたんで、あの和田恭平さんがまあそしたらちょっと身の回りじゃないけど一応選択ぐらい聞いて差し上げた方がいいんじゃないのって言ったんで、ああ喜んでお願いしますって言ってですね、で武藤さん選択にあのもしよろしければっていうような感じで声をかけたんですけども、まあいいよって言われまして、で奇跡的に武藤さんに食事誘っていただきまして、はい、忘れもしないあの秋田の夜、誘っていただきまして、食事一緒にさせていただいて、なんか武藤敬司のプロレス感じゃないですけど、そういうのを聞けたような気がしまして、嬉しかったですよね。あれも忘れられない日ですよね、昭和。具体的にはどんな話を？なんていうんですかね、やっぱりこれからやっていくにあたって、やっぱりオーソドックスなやっぱレスリングで行って、そこにやっぱりお前がデスマッチやってきたんだったら、そういうなんか色じゃないですけど、そういうのをつけて、それ以上言えないかな。武藤さん、武藤さん、プロレスラブ、プロレスラブ、武藤さんラブって感じですかね。少ないな。
武藤さんの選択の量って多い方ですか？いや少ないですよ。結構なんか逆に気遣ってもらってるんじゃないかなと思ってですね、不安になっちゃいますよね。柔軟剤、並みのこうふっくらさになるというかね、武藤さんへの愛情を入れて回せばバッチリ。次、武藤さんとのエピソードで怒られたとか褒められたとかですね、そうですね、なんかよく水持ってきてくれとか言われて、水がない場合買ってくるわけじゃないですか。そしたら、あ、これですを、なんかホテルの部屋に持ってったらですね、あとホテルの部屋に水持ってったら、早いなっていうか、すぐにそこに自販機あったんですよって言ってですね、でいくらだって言って、あ、240円ですとか言ったらですね、ほんま、おごってくれるなんていうんですよ、かわいい、かわいいっていうか、なんか、和やかな、ああ、とんでもないです、つって、そんな感じで、でも何するにしても結構、優しくしてくれてるんで、もちろんご飯とかも連れてていただきますし、毎回。で、そういうところで話すことが、やっぱり自分を大きくして、いけると思ってますんで、やっぱり話はずっと聞き逃さずやっていきたいなと思いますね。やっぱりそれは、失礼のないように、やっぱりせっかく付き人にならせていただいて、それはもう本当失礼のないようにやっていきたいですね。初期にコインランドリーは毎日ですか？いや毎日ですね、はい、もう全然結構ホテルの近くとかあるんで全然楽っていうか、まあその時に今日一日を振り返るとかじゃないですけど、そんな感じですかね。全然苦じゃないですね、全然。世界一過酷なリーグ戦チャンピオンカーニバル、武藤のコンディション作りにおいてもやはり不安なところがあるでしょうから、はい、もう爆弾抱えた膝で前線出場ですから、今のはシャイニングウィザードを狙ったんですけど、これ待ってたの今鉄柱じゃないですか。はいはい、これは武藤にとってみればよもやの計算違い、あそこで天竜にかわされて待っていたのは赤いコーナースティールコーナー、思いっきりガラスの膝にひびが入ってしまったか。まあ先ほど、あっとっと、あ、これは顔面がぶつかったんですかね。まさかこの2人の対決でこのような流血戦になるとは。
直落下ブレーンバスト。2人とも仕掛けは早いですね。早いですね。ここ最近天竜選手はこの垂直落下、はい、フィニッシュに対応してますからね、はい、いやコーナーマットを剥がしにかかります。思いのほかこの天竜源一郎今宵はラフに走っております。やはり天竜にしてみればあの最初のシャイニングウィザード一気に天竜源一郎のハートに火がついたかもしれませんね、はいはいはい、これはムーンサルトの素敵だ。あーっとしかし天竜がパワーボム。天竜源一郎取れない取れない、スリーカウントが取れない。さあしかし天竜もこの表情だ。いささか自分の勝利に疑問に思ってない。勝つのはこの俺だ。カート、勢いを利用して、おーっと側頭部入りましたね。側面ですか。側頭部にクリーンフィット、こめかみをえぐってまいりました。武藤のこの大車輪キック。ああいう動きができるってことは武藤やっぱり天才ですよね。そうですよね。もうとっさのひらめきですからね、はい、そしてあの膝の状態でですよ、はい、さあ今度はゴツゴツしたお互いのタウネスを競うわけだ。あ、この体勢はノーズ、本当ノーザンライト。これは逃れた。これ上に上がった瞬間武藤膝を当てましたね、はいはい、天竜の額に。そしてサイキングウィザードは呼ばれていた。ガードが攻め上げてきましたね。そうですね、これでもダメかという表情を一瞬受け止めましたね、はい、さあ武藤も驚異的な粘りを見せます。その粘りがしかしノーザンライトボム。最後はグサッときましたね。きましたね。そして角度がものすごい角度ですね、はいはい、14分15秒天竜源一郎ノーザンライトボムからの片指固め。武藤圭司チャンピオンカーニバルの公式戦武藤圭司を破りました。昨日の長岡市厚生会館大会でのリーグ戦天竜と武藤の試合、武藤が大流血となりまして天竜の垂直落下式ブレンバスタンが炸裂し天竜は大勝、武藤は敗北を喫してしまいました。さあその武藤圭司ご覧のように額痛々しい今、バンテージ巻かれておりますけれども、さあ長野さん、はい、とにかくですね、先ほどもお話伺いましたが本当にあの、大流血戦となりまして武藤圭司はよもやの大敗という結果になります。そうですね、あの流血自体がね、武藤の流血なんていうのもういつ以来だろうかっていうぐらい珍しいものですからね、はい、で加えて負けたっていうのはこれは大きいですよね。天地強打だ。裏膝、裏の今も読んでましたもんね、まだ裏膝十字までには行っております。これが昨日の長岡大会天竜から受けてそして大出血をしてしまった額、裏膝十字固めに太陽ケアが相手を捉えたいところでありますが武藤圭司なかなかロープサイド向こう側にはエスケープできま、武藤圭司、いや昨日の傷深かったですねこれね。あのバンテージを離すだけでもうくっついてないから血が出ちゃうんですね。苦しいぞ太陽ケア、思いっきり有酸素を吸い込んでそして目の前の師匠的存在武藤圭司をホールすることができるか。シャイニングウィザード、ブロック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 しましたね。あっと武藤ブロック、シャイニングウィザード、いや首がもげるかのような一発です。しかし返しましたね。太陽ケアもシャイニングウィザードが攻め見られました。さあどうさあどうか、本当にこれはすごい展開になってきましたね、はい、いやもう本当合わせ鏡の戦いっていうのはこういうのを言うんですかね。そうですね、武藤が行けば太陽ケアも行く、互
太陽ケアも行けば武藤も行くぞというそんな試合展開。リーグ戦は30分一本勝負。しかし20分を過ぎているところ、やがてリングアナウンサーから25分経過というアナウンスが聞かれるのか。太陽ケアがここで持ってハワイアンスマッシャーに来るか。テイクチャイニングミラーボー、ツーカウント。ああツーですね。はい、もう一発チャイニングミラーボー、押さえてスリーカウント。武藤圭司シャイニングウィザードでもって太陽ケアを東の空から西の空へと沈めました。おい中井、ほら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 ここに来たのも所属選手が一気に増えましたけど、各選手の印象を一言お願いいたします。一気に増えてねえじゃん。俺と小島とカシと数だけ4人、まあ保坂本間はい、正直まあ分かんないな、若いやつの試合はそうじゃないからさ、まあ、各選手ってことは、まあ、じゃあ以前からいた選手について、なんか例えば川田選手について、でも怪我してるから ね、はい、ね、それは非常に残念だと思うし、小島なんかもすごいこうチャンピオンカードからですごい体の楽しみにしてたからさ、はい、同じブロックでした、うん、まあ早くまだ俺と川田選手との戦いはまだスタートしたばっかり、はい、うん、本当のまだなんか戦いってまだ始まってないかもしれないじゃん、ね、はい、そういう部分で早く何か安全な体調を整えて帰ってきてほしいですね、うん、まあそれまでは
武藤刑事頑張って全力プロレス守っていくしかねえだろうな。カナダ選手のタッグっていうのをいつか見てみたいですけど、組んでみるのはどうでしょうか。まだ頭にないな。そこの左手は試合っていいねよ。フッチー選手の、フッチーさん、フッチーさんの印象か。いい意味でね、やっぱり天竜圭一郎、武藤圭一、川田というこういうのが来た場合に、そういう場面でいい意味で、ね、その接着剤になってくれてるよね、調和を取らし取れるっていうかさ、いいパイプやる、いいパイプやるというか接着剤になってくれてるよね。ただ、ねえ、まだ老いるのは早いと、老いるのは早い。ジュニアのベルトだって今から復興させて、ね、家臣とか家族も入ってきたわけだし。天竜さんは、天竜さんはもう前からだ、ずっと印象一緒だよ。大した55歳だよ。太陽ケア。太陽ケア。ケア。ケアは技術的なこと言ったら申し分ないね。俺あいつの技術っていうのはね。要は新日本にいた頃の中西、永田、天山、小島とかさ、西村とかいたけど、それそいつら上行くと思うんだよね。そこまで勝ってますよ。今後の全日本プロレスはどういう方向に向かっていくんでしょうか。どういうふうに向かっていくのか。組織みたいな部分で言ったら絶対な、やっぱりダブルダブルみたいな、事務所も外もしっかり、すごい組織力したいけど、それも可能だし、まあ、そのぐらいまでの理想も抱いててもいいし、まあ差し当たって全日本プロレス、そしてプロレスに携わっている人たちが豊かになるようにしていきたいですよね。ズバリ20年後は何をしていると思いますか。20年後ズバリインドネシア行ってプロレス教えてようかな監督監督も本監督もインドネシアがすぐ困っちゃったよね。なんですよ。インドネシアですか。いや非常に素朴でいいですよ。いや夢がアジアのテリトリー拡大、アジア制圧じゃない。その中でやっぱりそれに向けて動いていったりだから、どっかアジアの県どっかでプロレス教えてるかもしれないし、ね、アジアでプロレス普及ってことですか。
余裕っていうかさ、なんだろう、ムカついてくるね。ねえ、余裕かましやがってっていうかさ、いやだけど、かろうじて首の皮が一枚繋がったっていうあれだからね。参加にしろ、チャンピオン管理にしろ、なんか風向きが向いたんだよな、それね、未だかつてないぐらいのこの風の勢いっていうのを感じてるからさ、多分次当たった時のそれがチャンピオン管理になるのか参加になるのかわかんないけど、次当たった天竜戦っていうのは過去ベストカードを取ったり、去年もノミネートされたり、それ以上のなんかものになるんじゃないかっていうのを自分でも感じてきた。もうその言葉今コメントを聞いてムカついてきて本当に。大丈夫ですか。
中盤ぐらいから痛みをこうよく訴えるようになってきて、そうするともうふくらはぎからもうよく反対の腰とか首なんかに負担が上にしちゃって、でも最後の方はちょっと辛いような感じですね。今だいたいそうですね、最初1週間ぐらい経ってからまだいぶ振動するようになってきて、そうですね、こうマッサージするとき体で倒して、直後はやっぱりだいぶほぐれるんですけど、やっぱり冷戦が続くとだん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 戻ってきちゃうような感じですね。したいなんていうの、命というか、なんかもうなんか自信あるよ、一度捨てた命、ただなんか小島は向こうのブロック無敗できてる、その勢い感じてやると楽しみだよ、裸で言うのは、OK、以上。見て2敗してるやついないんだよ、2敗して上がってきてるやついないんだよ、朝結果見せる。この絆だけの力で一気に頂点に
どこで勝負をかけるか、 どの技で勝負をかけるかですよね。そうですね。そしてもちろん優勝決定戦を見据えた上で、おー、待っていたのはカウンターのスリーパーホールド。あー、しかしフライングメアでかわしてラリアット、シャイニングレザー、なんという展開、なんという精神力。ラリアットクリーンぐらい、クリーンすぎるボールぐらいクリーンヒットしましたよね今ですね。でもシャイニングウィザードも綺麗にヒットしてましたよね、はい、さあ果たして先に立ち上がるのはどちらか。2002年チャンピオンカーニバル優勝者決定戦にこのを進めるのは果たして A ブロック1位の栄冠を勝ち取った小島なのか、それともその類いまれなる精神力でなんとか B ブロック2位に、おーっと、さあ巻き込んで嬉しい、武藤のマジックはウィザーシャイニングウィザーだけではない。オッケーオッケーオッケー、これギブアップですか、止めたんですかね。ギブアップでしょう。この男にバックギアはありません。ただひたすら前に進むのみ、天竜健一郎。これはおそらく毒切りのことを言ってますね。これウィリアムス、ノースプレーという言葉。おっと、これはいけません。伝統まさかあの平井選手が持っていたあれが毒切りの元なのか。いやいや、逆水平だ逆水平だ。ラリアット、あー、しかしここでもう一発回していかった大丈夫だ。さあこのまま片闇、おっ、なんと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 天竜健一郎ドブ切りを空抜きさせられたショックですよね。そうですよね。あのジャイアント馬場が世界のチャンピオンを集めてチームを消したいという壮大な夢を現実化したこのチャンピオンカーニバル、今年で通算22年の歴史を飾っております。天国の馬場さんはこの一戦を見ているのでありましょうか。今年2002年のチャンピオンカーニバルはこの2人で争います。武藤は何でもござれで自分のペースというのをはっきり持ってます、はい、あと今のですね4の字固めの入る瞬間一瞬隙生まれますよね、はいはいはい、これは、ね、どうしようもない。ここで首固めで丸められて負けたって人大勢いますからね、はい、それにあの初戦の後楽園でのウィリアムスに負けた時の、はい、そのキーポイントとなったのが4の字からのウィリアムスの、はいはいはい、さあ今の一発で多少武藤のコンピューターに狂いが生じたか。そう、先ほど天竜を攻めたバスティカッター、これは読んでもう一度バートンを膝地獄、膝攻め地獄をシャイニングリザードはこれはなんとかかしたが、これはゴールデンレフトカウンターで打ち込みましたね。ですね、はい、やっぱり研究してますね、はい、土手っ腹にレフトが、しかしやはりこういう時のための膝攻撃、
き、なんとか功を奏しましたね。効いてますね今、レフトの方もゴールデンレフトの方も致命傷を与えるまでには至らなかったか。さあ足を引きずります。マイク・バートン踏ん張りも効かないか。ボディースラム一つにとっても痛そうですね。そうですね、これはいけませんね。まあこの過酷な3月23日に開幕して、この4月10日決勝戦が4月10日短い間に過酷なその巡業とチャンピオンカーニバル公式戦のロードが続いてまいりました。全員どっかこっか痛めてますよね、はい、そこをどううまく攻めるか、まあ、武藤には勝ちパターン一通りや二通りじゃないですからね。そうですよね。ただ勝ちパターンでいったらバートンの方が少ない。あ、2発目のウィザードも読まれていた。これやはりシャイニングウィザード計算され尽くしてますね、はい、で、あのカウンターされると今度逆に武藤の膝が痛みますからね、はい、そう何発も打てる技ではないですからね、武藤としても。さあ武藤のその弾倉にはマガジンにはあと何発のシャイニングウィザードの弾が残っているのでありましょうか。それとも我々が想像もしえないマジックが武藤から生まれるのか。ああ、フィールザパワーには至らず、バートンの体にパワーは感じられないのか。痛めたこの右足がブレンバスターをも拒みます。武藤の体重の移動もうまかったですけど、やっぱり踏ん張りが効かないんですよね。そうですね。7番バーシティーカット、ラクサを使って攻撃するか。マイク・バートン、武藤苦しそうな表情。武藤今上半身膝が痛かったみたいですね。あ、なるほど。待って、ひどつぎそうですね、蹴られましたから。そういった意味で思わぬ不産物を生んだか。しかしこれ今また低空ですね、はい、さあ狙ってるぞ狙ってるぞ、今度当たった。シャイニングウィザード側頭部へぐった。バートンも2発目までは2発目まではガードしたが、3発目はかわせず、ゴールデンレフト2発。まだバカ。さあ武藤勝利宣言。なんチャイニングウィザード、その前のエボ素晴らしかった。まさに、お、よく返した。バートンにも意地があります。しかし武藤の2で返されても、武藤の自信の表情は一点の曇りもなし。なぜ勝てるのか。これを見れるのはプレミアだ。方ですね、武藤がムーンサルトを出すというその心境は悲壮だったでしょうね。そうですよね。これを出さなければ彼は何といっても、はい、チャイニングウィザードを2発かわされて、はいはい、で3発目クリーンヒット、はい、4発目もこれ以上ないクリーンヒット、はいはい、それでもバートンは返した、はい、じゃあもうこれしかないということですからね。そうですよね。2002年チャンピオンカーニバル決勝戦、武藤圭司対マイク・バートンの一戦は9分50秒、武藤のプレミアムムーンサルトからの大河ため、武藤圭司が優勝です。非常に苦しく長い道のりだったよ。正直言って小島の試合でも記憶ぶっ飛んでまってさ、俺今どこにいるのか全然分かんなかったよ。武藤さん試合ですよって言われても、どれ、うん、決勝バートン上がってきたけど、やっぱり万全じゃなかったというか、まあ、研究はされたけど、思ったよりバートンも、なんていうの、負傷を抱えてたと、残る、立ち残れた。いや、俺も抱えてたと。いや、苦しい戦い、ね。ただ正直言って、このチャンピオンカーニバルですか、
ね、今まで新日本 G1 でチャンピオンカードを取ったやついないからね、そういう意味で言ったらいい勲章となり、いいメモリーになると思いますね。ただ一つ言えるのは、決勝上がったメンバーで、要は勝敗に例えると一番負けてんだよな、俺な。そういうのが今後の課題、やっぱりこの日本武道館参加戦気合入ってくる、まあ大きな、まあそれを大きなそのエネルギーに変えていかないとね、うん、川田なき今はもう全日本プロレス俺に引っ張ってやるよ、うん、じゃあ、スタートの前に、はい、バイバイ。